ママムファサ、デジタルシングル、I Love My Body 予告イメージを公開ミデイリー2023年8月30日19時46分写真イコール、ピーナチオンママモーのファサが、デジタルシングル、I Love My Body の予告イメージを公開した。予告イメージの中の彼女は、ピンク色の衣装を着て風船に身を任せ、多彩なポーズをとっている。堂々としていながらも清楚な姿は、見る、人々の視線を釘付けにする。2014年に、ママムのメンバーとしてデビューしたファサは、2019年に、シングル、スイートをリリースし、ソロ活動を始めた。2020年にリリースした、ファーストミニアルバム、マリアは、同名のタイトル曲で、韓国主要音源チャートで1位を記録し、多くの人々から愛された。最近は韓国で放送が終了した TVN バラエティ、ダンス歌手ルローダンを通じて女性ソロ歌手の系譜を継いでいる先輩歌手たちと全国を回りながらファンと会った。また、6月に行われたサイのコンサート、サイビショビショショーサマースワック2023にゲストとして出演し、ステージ上で専属契約を交わして話題を集めた。デジタルシングル I Love My Body は9月6日午後6時に発売される。元記事配信日時2023年8月30日10時46分記者イスン6。